はい、マノチです。よろしくお願いします。メジャーライフやっていきましょう。今日取りだめです。前回のコメントでついにミートへ行きましたねというコメントいただいております。行ってますね。気づいてなかったっていうのは内緒だよ気づいてなかったよ。俺は気づいてなかった。俺がいかにこの今ゲームを適当にやってるかということだ。ゴルフうまかったかな。じゃあダーツはどうだ。ダーツ行こう。ダーツかっこいい。すげえかっこいい今のうち。ダーツはあんまり好きじゃないよ。何やったってね、今日はありがとうって言ってくれる彼女ですからね。よし、やるか。まあちょっと全然前回のコメントをちらほら読みながら、やっていきましょうか。実写チャンネル作るんだったらその球場の周りのおすすめなスポットとか野球場そのものだね、楽しみ方なんてものも詰まってるよねっていうコメントをいただきまして、あのね、ちょっと誰だったか忘れたんだけど、実況、あの実際野球ね、日ハム対楽天戦の時に、今なんだっけ、今コボスターじゃない、名前変わったんだっけ、その実況してた人がその球場に遊びに来てみたいなことを言ってたの。野球を見に来てって言い方しなかったのさ。遊びに来るのもいいんじゃないかみたいなことを言ってて、その言葉がね、俺はなんかこうすごく印象に残ってて、ごめん、印象に残ってるけど誰が言ったか忘れちゃったんだけど、ソロホームラン、初球を完璧に捉えました。球場に遊びに行くって感覚いいよね。おすすめスポットとかいいな、なんかそういうとこも行ってみたいな。まあ、なんだろうね、まあ、動画撮りながらとかになると思うし、まあ、その撮影許可とかも必要なのかも分かんないけどさ、と思うけども、遊んでるところを動画に撮りたいよね。そのせっかく外で撮影するんだったらさ。よし、こい。あとね、まあちょっと動画にするかどうかは別として、いつかやりたいなと思ってることがあって、俺 YouTube を始めたのでゲーム実況が最あスタートじゃないのね。猫の動画なのよ。で、まあそれをブログやってて、で、まあ、猫の動画あげれれば面白いなってことで、まあ、猫の動画を始めて、まあ、それがま、YouTube、アメブロだったんだけど、まあ、そのブログ自体今もないんですけどね。で、そのブログやってた時に、相当いろんな方にお世話になってるんですよね。そのブログを通して。で、こう、動画い、お、なんだい？おう、大切に使え。はい、ありがとう。で、まあ道外の人になんかこういろいろ送ってもらったりとか、いろいろお世話になったのよ。そういう方たちのところに行きたいよね。なんかその猫のショップ、そのなんか猫グッズ売ってるお店やってる方とかもいて、まあちょっとそういうところに遊びに行ってみたいなとかさ、なんか思ったりはするよね。俺がどんだけね、こう道外に足を運んで動くような人間になるかってのは分かんないけどさ。何やった、あ、釣りやってない、釣りドライブやってないな。釣りドライブ映画鑑賞か。釣りは好きじゃなさそうだな。釣りやったな、やってないっけ。
あこれあれか、俺が釣りうまかったら楽しめたのか。やりたいことってのはいっぱいあるな。まあその分お金もかかるけどね。お金で思い出したよ。あの YouTube のあのパートナープログラム、パートナーシップのなんか条件が変わったんだよね。きついぞ正直きついぞと思ってて、要は収益化できないってことよ。さあワンボールから、あの元々の条件が、前までの条件がそのチャンネルの総再生回数が1万回だったから、あれば収益化できたんだよね。で2月の20日からだったかな、変わるのよ。チャンネル登録者数が1000人、プラス、そのチャンネルの過去365日間1年間過去1年間の総再生時間が4000時間。4000だぜ、4000時間だぜ、4000分じゃないんだぜ、4000時間だぞ。いつ達成すんのよと思って。で今俺これ撮ってんのが、18日なんですよね。18日の夜に撮ってるんですけども、なんでまだ実写動画のチャンネル、動画自体公開されてない時なんですけど、今段階0分ですよ。そりゃそうだよな、動画がアップされてないんだから。で4000時間ってすごく大変だなと思って、でこのナウローディングゲーム実況のチャンネルの、1年間の再生時間を見てみたの。あ、分数で出るのね、4000時間っていうのが、24万分らしいんですよ。何分ぐらいいってんのかなと、このゲーム実況のチャンネルで過去1年間で。まあそれを目安に考えればまあいいなと思ったの。このチャンネルの、過去1年間の再生時間が、8600万分。当てにならん。なんとも計算しにくい数字が出てきてさ。それは分数多いんだよね、ゲーム実況だから。何基準に考えればいいのか分かんなくて、どんだけの動画の本数再生回数が必要なのかも全く分からんくて、若干やりづらいよね。あ、俺ドライブしたっけ、もう何やったかも覚えてねえわ。ニコルちゃんとのデートも飽きたな。そういえばさ、小室哲哉の不倫の話知ってるかい？クソどうでもいいよね。俺ほんとそのね、一生懸命なんかこうミヤネ屋とかでやってて、いやマジでクソどうでもいいわと思ったもん。小室哲哉に何を求めてんのよと。まあね、確かにさ、印象は悪くなるかもしんないけどさ、ちょこっと女遊びしたらすげえなんか言われっかんね、きついよね。よし来い。打率上がってきたな、打率上がってきたね。一時5割7分ぐらいまで落ちてたけど、今5割9分でしょ。超調子いいな。この調子のままいけば250も見えるぐらいだぞ。スライダーボール。
昨日で190なんぼからスタートしてるんだもんね。直球打った、あーっと大丈夫かな。直球打った、今日調子いいな、引っ張れるぞ、見とけよ。そして5球目、内角打った、サード取った、タティ、はい。柿の種を食べたい。あのさ、これはダウンステア、柿ピーのさ、柿ピー、柿ピー、ちょっとイントネーションわかんないんだけど、カーブ打ちました、柿ピーのさ、梅しそ味、しそ味だったかな、梅しそ味だからしそ味ってなって知ってるかい。あれすっげーうまいよね、俺すごい好きなんだよ。初球流し打ち、飛びついた、一塁へ。それこそさ、昔ね、そのブログで書いたことがあるの、それを。梅しそ味の柿ピーってのがあるけども、近所に売ってないみたいなことをブログで書いたことあるの。で、ブログ見てくれてた人が送ってくれたのよ。50パックぐらい届いたぞ。1パック6袋。50パックぐらい届いた。いろんな方が送ってくれた。本当にね、めちゃめちゃお世話になったのよ、その時。なんかね、意外と猫のブログやってる人の年齢層って高いんだよね。俺がその時27とかだったんだけど、27で若い方だったの。で、なんかこう結構年配の方に好かれるようなブログだったのかな。結構見てくれてて、すごくよくしてもらったんだよね。何かこう機会があればさ、こうお礼をするというか、なんかしたいなっていうのはあるな。はい。おい、マノッチさ、結婚指輪パクろうぜ。てかあれだ、結婚指輪だけあってもダメか。前に攻略サイト見たときに、それぞれの、彼女キャラによって違うけど、家が必要なはずなんだよね。なんかそのキャラによっては高級な家だったりとか、まあ普通ぐらいの家だったりとか、とりあえず家が必要なはずなんだよ。今住んでる家じゃそもそもダメか、指輪があっても。さあ2球目、サイダーボール、よし、直球ボール、オッケー、打って出た、オッケー、結構真剣にブログやってたのよ、こう見えて。なんかブログランキングみたいなのがあって、アメブロの中では全然ランキングっていうのは上に行けなかったんだけど、なんかランキングのサイトがあってさ、でそこでまあ猫でなんかジャンル分けれるんだ。そのなんか日系猫とか、ごめん俺あんま猫の種類って知らないんだけど、でなんか毛の色で灰色の猫のなんかランキングがあって、でまあうちの猫はその灰色だからさ、そこに登録しといたの。1位だったよ、すごい、意外とすごいでしょ、意外とすごいでしょ。伸びる、まだ伸びる、まだ伸びている、あとなんか写真集も載ったことある。その写真集は俺ちゃんと買ったもん、持ってる。貴重な一発を放ちました。あと何かやったかな。あとなんか犬猫のなんかサイトの動画コンテストみたいなのがあって、そこに出して、猫の砂をもらったことがあるな。4袋ぐらい、なんかデカめのやつ4袋ぐらい、なんか猫の砂をもらった記憶がある。ただその砂は結局使わなかったんだよね。もう決まった砂で行きたいなっていうのがあって、
全然使わなかったけどね、自慢話ができるぐらいニワブログやってたのよ。ちょっと他の女の子となんかデートしてな。やべ、かわいいな。お、その服で来るのかい。高級中華なんてどうだい。うん、はい、バイバイ。いや、かわいいな、いいな。いいな、いいな、エミリーちゃんいいな。ときめもやりてえな。結構ね、恋愛シミュレーション系のゲーム好き俺。まだ10代の時にやったら、初めてやったのは中学校の3年生かな、友達からときメモを借りたんだよね。あの、ときめきたいっていう理由で、ときめきたいから貸しぐれ言って借りて、で面白かったんだよ。藤崎しおりちゃんだっけ、主人、ヒロイン、メインヒロインって。でときめも2もやったな。ときめも2は画期的だったんだよ。名前を入力したら声で喋ってくれる。で俺だったらゆうたって入力したらゆうたくんとかって言ってくれるの、そのキャラの声で。すごい画期的なシステムだったんだよ。確かそれ2だったと思うんだよね。まずは1球目、まあ、もちろん中学生だから下ネタは入れるよね。もうどしもネタ入れてくよね。おい、喋れやみたいな。全然喋ってくれないんだけど、どしもネタ入れるんだよね。一番ハマったのがね、シンプルシリーズ。シンプル1500ってプレステであったんですよ。1500円ですごいシンプルなゲームを楽しめるのね。で、シンプル1500で恋愛シミュレーションがあったのさ。で、その恋愛シミュレーションもね、シンプル1500シリーズで、3まで出てんのかな。ワンが一番面白かった。ワンはすげえやった。さあバッティングカウントになって、内角ギリギリいっぱいストライク。さあ平行カウントから直球打った。でね、大崎真帆ちゃんだったかなっていう子がいて、めちゃめちゃ可愛かった。絶対この子狙うと思った。この子落としてやるよと。説明書見たらね、小5だったから。まさかの小5だったんだ。まさかの小5だった。ただね、そのまこちゃんはね、変身できるんだよね。変身したらね、あの10代後半ぐらいのアイドルに変身できるんだよね。だから俺は決してロリコンではなかったですね。ただあれだからね、俺それやってたの15とかだからね。だから5個下ですよ、まほちゃんは。今の俺で言えば27歳の子と付き合ってんだよ。それロリコンですか。ロリコンじゃないでしょ。そういうことだよ。そういうことなんだ。あとロリコンで思い出したけど、ロリコンで思い出したけど、俺の世代のアイドルってモームスなんですよ。今はなんだ、 AKB とか、欅坂とか、乃木坂とかだと思うんですけども、俺の時代はモームスだったんですよ。で、かごちゃんが入って、あの辻のぞみさんと、吉澤ひとみさんだったっけ、あと石川理香さんと4人で入った時に、俺はかごちゃんを見て、当時俺中3だったんだけど、ものすごく可愛かったの、かごちゃんが。
もう圧倒的だったの。俺が初めて好きになったアイドルです。周りにすごいロリコンって言われた。たださ、3つ下かな、確か。確か3つ下とかなんだけど、3つ下が4つ下なんだよ。3つ下4つ下の女の子可愛いなって言って、何がロリコンだって話だよね。ほんともね、それは本当に思ってたわ。でも不思議なもんで、カゴちゃんがね、もうアイドルだからさ、私はピンクが好きですっていうの。そしたらね、カーブに送ってストライク。もう次の日俺もピンクが好きになってんだもん。さあ初球戦。そんなもんだよね。すげえカゴちゃん好きだったな。なんかどこで間違ってるか知らんけどさ、本当俺カゴちゃんと結婚すると思ってたの。夢出てきたもん。モームスやめたいって言ってたもん。言ってたもん。多分その頃から苦労してたんだよ。内側際どいボール。いやまあただな、思うけどさ、芸能界っていう世界わからんけどさ、12歳の子供が入ってさ、いきなりこうトップアイドルになってさ、周りからこうチヤホヤされてね、スプリットはボール、子供らしさを出せなくなってさ、子供らしさを出さないとダメになってさ、それが仕事になっちゃったらさ、なんか性格ひねくれるだろうねと思うな。きついなと思う。初球打ち流した。場外ホームラン。よし。あ、今ので場外なんだ。初球を完璧に捉えました。8対5、フィリーズリードを3点に広げました。めちゃめちゃホームラン数稼げんな、最近な。何分取った？何分取ったっけ？ちょっとわかんないので、もう一試合やって終わりましょう。はい。たまには一瞬ご飯食べに行きますか。ゲルートさんだって。早速電話するわ。おちょ、誰か俺と同じ30秒していねえか。惜しいな、マシューさん。ゲルートさんだな。電話するわ。夕食って言ってくれるんだね。まあとりあえずもう君には二度と電話しない。絶対仲良くなんてしないからな。打率6割か。今日ラストにしましょう。けど俺アイドルはあれだな、カゴちゃんが最初で最後だな。なんだろ、そのアイドルを好きになったっていうのが、もともと俺が女性アーティストを聞かない人だから、好きになる機会もそんなにないんだけど、あとあれかな、唯一と言っていいのがミッション。多分あんまみんな知らないと思うんですけど、有名な曲なんだろう、ミッション。ミッションのショーミーショーミーって曲があるんですよ。その曲がもしかしたらみんな知ってるかもしんない。YouTube にありますよ。何年か前だけど、検索したら出てきたんだ。ミッションでショーミーショーミー。俺はね、パワーゲームって曲が好きなんだよ。だけど、まあ多分、ショーミーショーミーが有名だと思う。まっすぐに送ってストライク。
さあ1球目ストライクから、スライダーミッションの、橋本真美さんが、好きですね。橋本真美さんはあれですよ、今も今女優さんやってんじゃないかな。ミッション良かったですよ。多分今見たらね古いって感じると思う。俺も感じると思う。なんか今そのミッションの顔覚えてるけど、思い出してもちょっと魅力は感じないかな、正直。やっぱ古いよ。やっぱその時代時代の可愛いがあって、やっぱり今のアイドルは可愛いなと思うもん。はい、よし、終わりますか。はい、今回はここで終わりましょう。なんかするかい、なんかするかい。最後エミリーちゃんに電話しよっか、可愛いから。趣味行ってみたいな、趣味行ってみたいな。きついかな。テレビゲーム好きそうじゃない。うち来るのかい。はい、じゃあね、エミリーちゃんいいな。残りの月日はエミリーちゃんと過ごそうかな。はい、ということで、今回は終わりましょう。ここで取りだめでした。では終わるよ。あ、打点400いってる、すごいね。じゃあ終わります、バイバイ。